今日、ね、あのクロップが退任するってことでねちょっとね急にですよ連絡もなしに一言あってもいいのねなんでじゃあもうクロップ退任する話うんあの明日じゃもう遅いでしょ今の時代うんもうねそう今日はねリバプールカラーで仕上げてみましたそう契約確か26年までありましたよでもね途中でもどんどん変わるし切られる可能性もあるっていうダゾンかっていうね J リーグにとっての。 <laughs> ねえバシンってくるけどデリケートなんじゃないその辺みたいな <laughs> ダゾンじゃないんだからっつって <laughs> っていう感じですけどねうんそうあちょっとボーマスっぽくなっちゃったあ一番赤い服これでしたね僕が持ってるトッポギワン君次はやっぱりシャビアロンソそうっすね誰にしようかなって思ってますねみんな誰がいいですかご意見くださいだクロップねリバプール退任したら今度ね シュアボ東京の監督の座はね、空いてますからね、ちょっとオーナー、監督の2つで行くっていうのは大変なんで、<laughs> うち来てくれたらね、まあ、月3万は出したいなって思ってますね、ちょっと。うん、出しすぎって声もあるかもしれないですけど、クロップが来てくれるなら、そのぐらいは出したいなって思いますね。<laughs> HK 君ん、他サポだけど退任が悲しい監督。いや、そうなんですよ。っていうか、引き際美しすぎないなんかさ、一番いいところで CL 取ってプレミア取って退任よりも俺今回の方が美しいと思ってて、なんでかっていうと、 プレミア取るチーム、チャンピオンズリーグ取るチームをリバプールで作ったわけじゃん。クロップは。しかも CL 出れてないところからだよ。で、そこからあって一時代気づいて、そこからマネが出てったりとか、ヘンダーソン、ファビーノ、ミルナ出てくみたいな。そういうのがあってさ、ママドゥーサコー出てくとか、シュクルテル出てくみたいなさ、そういうね、いろんなアルベルト・モレノ出てくみたいな、ルーカス・レイバー出てくみたいな、そういうのがあってね。うん。それがあって、今、ね、この新しいショボスライン入ってきてみたいな。 そぼそら入ってくるマカリスト入ってくるみたいな。新生リバプール作って、それで首位で、あリバプールちゃんと世代交代うまく進めたな、新しい未来見えるな、で、次の人にバトンを渡しますみたいなさ。すごだな、みたいな。なんかかっこよすぎないみたいな感じっすよね。そう、完璧すぎるよな。クロップの解任ってリバプール考えたことあるんですかね、実際。 賞味な話マイケル・エドワーズいなくなった後の内側がどういうバランスでやってるかみたいなのもそんな分かんないですけどいや次のリバープールの監督ってか監督って全く同じやり方って無理ですからね一人一人性格とかさスタイルも違うしレオさんが思うクロップの好きなところ10個お願いします見た目あと愛そう絶対に選手悪く言わないじゃん本当にねあの思ってることはめちゃくちゃいっぱいあると思うけどクロップの元出た後に問題児が発覚するパターンってめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか絶対言わないし 本当、なんていうのかな、こう、守る、守れるだけ守って、ファミリーでいようとする選手には優しいみたいな。でも、そこの規律きび、あの、あれな人に対しては厳しいみたいな。で、それは、冷酷さって捉えられるんだけど、ある意味、中に残ってくれる人への優しさなのよ。全員に優しくすると、ちゃんと頑張ってるやつが何なんだよってなるから、やってないやつには優しくしないっていうのは大事なんですよね。そう、そこ、二つ目。で、三つ目は、えー、っと、ゲーゲンプレスが好きですね。失った後、奪う。 までのの速さとその強度あとプレシーズンキャンプでサンブレンも好きですね。うん。もう徹底的に追い込むっていう何より運動量ですから勝つためには。うん。あとその中でやっぱ中盤の選手の足元とかライン間で後ろない技術を大事にしているとこも好きですね。あと香川に優しいとこ好きだね。うん。あとは何だろうな。ユーモア忘れないとこ好きですね。常にちゃんとボケるみたいな。うん。エンタメ忘れないところ好きですね。あとあの若干補強苦手なとこも可愛いね。うん。あ 結構森保さん的なところあると思うんですよね。あのー、強度と可視化しやすい技術重視して、結果その、起点の聞き方とかを見れないみたいな。チェンバレンとかナビケーターとか、森保さんでいう浅野とか、あの、鈴木財ンとかもそうだと思うんですよ。いい選手で、ちゃんと矢印自分に向けられるからいいけど、起点みたいなところではあるじゃん。そこはやっぱり弱点もないとヒーローとしてあれだから。あと、メガネ壊しちゃったりとか、なんか喜びすぎて怪我しちゃったりとかも好きですね。 あと盛り上げ方うまいそうだね。あの、あれはエピソード好きっすね。ビジャレアル戦だっけか、ドルトムント戦かなドルトムント戦だなんか、自分の席の後ろのファンがブーイングしたときに、後でいくらしてもいいから、今は応援しろっつって。で、その人が、まあ、応援して、その熱がチーム、あの、スタジアムにで、全体に伝播していまあ、ね、それはね、語り部が持ってるところはあるとしても、そのエピソード自体は本当だろうから。本当に10個言えちゃう監督っすよね。やっぱね、あの、マネーの対応がね、 なんかこう自分が監督やるようになってなおより一層分かりますね、どう考えても問題児だし、そうだって他のチーム行ったらぶん殴っちゃうんだよ、サネのことでサラーとも敬遠の仲だったみたいな、まあサラーがパス出さないみたいなのもあったけど、結局それってさ、結構そういうのってサッカーやってたらあるじゃん、でけあの試合終わった後とノーサイドになるもんなんだけど、それノーサイドにならないぐらい仲悪くなっちゃっててみたいな。で結構もう変えられると ムカッとしながら帰ってくるけどそれ抱きしめて終わらせたりあとは「どうなんすかマネ大丈夫ですか?」って言われて「いやこれぐらいハングリーなのがいいよ」っつってでちゃんと放出するっていう <laughs> みたいな、まあ、そういうめちゃくちゃねなんかこうチームマネージメント監督の目線で学んでったらその先にオシムさんとクロップはいるみたいなのありますよね。 高くんスパチャありがとうございます。えー、次、就任してほしい監督がいますかなんかさ、もう、シャビアロンソ以外がなったらさ、なんか、あの肩すかしみたいになっちゃうない。シャビアロンソじゃないですかってなりそうじゃない。で、シャビアロンソ、オファー来てると思うし、11月行ってんなら。だから、今期いっぱいはレバー君、全然、全然出やらせてもらいますね。あのね、途中で投げ出す監督ってうまくいかないんだよね。あの、スペインのロペティもそうだし、ポッターもそうだけど、チェルシー行った。 やっぱりそこの義理通せるとか人間としてみたいなそこの振る舞いもそうなんだけどそれやっちゃうやつっていろいろずれてるっていうやっぱ筋通せる人って世間とか上に筋通せるのって当たり前じゃんなんだけどそれできない人ってそんだけ批判される状況で動いちゃう人って選手とか自分とパワーバランスで自分が上の時により一層筋通さなくなるんですよ。 ああエメリーもそうだよ、ね。そうだからそういうところであのシャビアロンソはあの見せてるサッカーみたいに本当にいい監督だとしたら筋通せるところがちゃんとレバークーゼに、うん、今季残って来季っていうパターンにベタになるんじゃないかなって思いますけどね逆にあのシャビアロンソ以外でみんなこの人いいみたいにいるシャビアロンソ以外でこの人いいみたいな人いたらあクーマンキケセティエンランパードドメネクはい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 そういう感じだねうんナ,ナミさんそうやっぱこうなるよねうんやっぱりな スティーブン・スピルバーグ、クエンティン・タランティーノ、はい、村西徹、いろんなコメントいただいてますね、本当に。本当次になるのがリアリティある人がいなくないあ、アモリム確かにあるか。アモリムか、宮崎駿ですね、確かに。でもなんか、やっぱりリバプール OB でさ、今のスポーツディレクターがどういうコネクション持ってるかとかありますよね。庵野さんはいや、ア野様はあの映画の監督さんなんで、なんとか、特撮とかのね、うん。なんでないんじゃないですかね、うん。 あこれもいいね、KM 君の。クロップがリバプールに就任したとき、最初にやったことは選手にスタッフ全員の顔と名前を覚えさせたことらしい。こういうところが好き。いや、大事ですよ。スタッフとかそういうね、自分のためにやってくれる人にリスペクトを持てない人はね、サッカーもうまくなれないからね、やっぱ、あの出し手の目,目線、受け手の目線持てないだろうからね。遠藤、ちょっと心配です。ファーガソンが退任したときのカガーと同じような扱いされないか。確かにね。今後ね、遠藤康人がリバプール入ってきた場合、一回ね、引退してるから、あのリバプールの強度で、 サッカーできるかっていう心配さありますねあと遠藤啓太もねまだまだやれると思いますからねここで一回海外行ってどうしてもウイングで苦しんだだろうけどこの打開力ってとこで。あとちなみに遠藤航に関してもねやっぱリバプールで、ね、生き残る上でやっぱクロップだからうまく馴染めたっていうところもあるだろうから公認の監督によってはね監督変わって序列変わるみたいなパターンもあるでしょうから僕は逆に遠藤航のことを心配しますね。うん、そうだ遠藤は シャビアノウスソがレバークーゼンでやっててシュトゥットガルトと対戦した時は絶対キーマンとして研究してるだろうしあのドイツ語でのコミュニケーションも英語でのコミュニケーションもできるだろうから次の監督がいい人だったら全然なんか心配しなくていいかなっては思ってますけど最初は上列下がったりとかでそういう時期は来るだろうけどそれまあねそこ心配しても仕方ないって感じだからね。 そうこっちだね、心配は。GF 君の。クロップ辞めた後にアーノードしっかりと舵取りできる監督、いい監督だと思う。そう、だから、アーノードの使い方が、やっぱクロップすごいと思うんすよ。普通、あんなに守備で穴になってたら、いくら攻撃良くても使わないと思うんすよ。いや、使うか。世界中の監督、カンセルを使ってるもんな、うん。使うわ。うん。なんだけど、そのアーノードを補佐するシステムがしっかりあるじゃないですか。ヘンダーソン、マティップでダブルチームみたいなとかさ。 それを次の監督もしっかり作ってくれるかどうかみたいな。アーノルドをピッチ上に置くときに、アーノルドの守備面で、攻撃面でお釣りが来る試合だといいんだけどみたいな、守備の部分のどうしてもね、振り切られやすかったりとか、裏付かれやすいところをなん、まあ、とかできるかって、昔より良くなってるっていうのは当然、承知の上で喋ってますよ。そうだブラッッドドリーーサイドバックででアーノル中中盤盤にななるみたいなも中盤でね なんかデブライネ的な使い方で前に残すんだけどボランチになるっていうとセンターバックの前のエリアしっかりカバーするみたいなのもやんなきゃいけなくなるからね。 6位、クロップですね。クロップですね、すごくいい監督なんですけど、戦術っていうところだけに特化させたらですね、このメンバーだと、ね、もう上げても6位かなっていうふうに、えー、なりますね。まあ、ゲーゲンプレスと4231の融合、ドルトムント時代にですね、ドルトムントを勝たせるにはどうすればいいかっていうところで、まあ、ペップのね、バルサがやってる、この網目を収縮させるような、そういった守備からヒントを得て、ペップのバルサは繋ぎながらそういった網目を作って、失った瞬間収縮させるけど、その状況をボール繋げないチームでどうすれば作れるんだっていうところで、 クロップがたどり着いた答えが。 走ればいいんだっていうところでですね、4231の状態から、まあ前にボール蹴り出すんですけど、レバントスキーが落としたところに前向きの選手たち、2列目の選手がね、あのボールを拾うか、もしくはですね、えー、このサイドバックの裏を狙って、相手が後ろ向きでの対応になったところで、こういったね、あの、空いてくるスペースをどこで奪って、そっからショートカウンターみたいな、こういった形をまあ、発明したっていうか、まあいろんなところでやってたんでしょうけど、きちんとそれをですね、チームにデザイン性を持ってやらせてた、えー、そんな監督です。で、これにこし すするわけじゃなくリバプールに来て最初はですね 4, 2, 3, 1確かコーチーのとオリギの縦関係かフィルミーノとオリギとかそういうのやってたんですけどこれが、ねえー、フィルミーノの能力に気づきまして433にして、まあ、今みたいなですねゲーゲンプレス的なやり方とフィルミーノがですね、まあ、ここでね中盤でリンクマンになって両ウィングマネサラーとかが入ってきてそこにサイドバックが高い位置を取って空いてくるスペースに中盤の選手が降りてきたりセンターバックが広がってアンカー落ちたりとかいろんな形のポ プレそういったこともできるようになってますんで引き出しもどんどん増やしていってるとでこういったねサイドのスペースが空いてくるときにクロス入りやすいなとじゃあ、えー、フィルミーノが空けたスペースに中盤から出てく選手がいればいいっていうところで例えばねもうあのー、奇跡の逆転劇を起こした、えー、このねバルサ戦あれなんかはですね左サイドバックのロバートソンが怪我しちゃったから中盤のですねビルナーをそこに落としてその分ワイナルドム 飛び出せる選手をですね、中盤に入れて、今言ったようなフィルミーノの横で空中戦、えー、このね、高のようにヘディング突き刺すみたいな、そういった役割を与えたみたいなことがありますので、状況によってね、ピンチをチャンスに変えられるみたいな、そういったところもクロップのね戦術家として素晴らしいところだと思います。で、あとはですね、僕すごいなって思ったのは、スローインコーチ導入の件、リバプールにはスローインのね、コーチがいるんですけれども、実際にね、まあ、各メディアとかでも別にあの話になってなかった、このリバプールのスローインからのボールのですね、まあ、失う率が めちゃくちゃゃく高いとプレミアで1,2だったかなまあその当時すごい高くてそこを改善すればチームとして強くなるって気づいてスローインコーチを雇って実際にその次のシーズンにですねチャンピオンズリーグ取ったかプレミアリーグ取ったかのあれだったんでちょっとその、ね、記憶曖昧で申し訳ないんですけどそのぐらいねチームを劇的に向上させたんでこのえっ、ー、と戦術家がですねフォーメーションをいじるとかそういったことじゃなくて実際にチームをどういうふうに強くさせるのかっていうところで頭を使ってるそれがね具体的な例だと思うんですよなのでここでねクロップの凄さ紹介したいでし ただそれでもクロップが1位じゃない理由とかねそういったとこ説明しなきゃいけないとなると最近だったら右サイドの機能不全やっぱりアレクサンダー・ヌノードを中取らせてたりですとか。 それ以外にも、え、こっちの配置の方がいいんじゃないみたいなのが、結構クロップのサッカー見てるとあったり、それがね、実際にその後に配置を転換したら、あの、やっぱりそうじゃん、みたいな結果の出方とかしてるんで、あの、もしかしたらクロップからしたら、答えは見えてて、あえてやらないっていう理由があるのかもしれませんけれども、実際にそれでね、えー、取りこぼしてる価値点も多いので、なんで今回ね、そういった、あの、選手の適材適所だったりとか、その時に使える戦力の配置の仕方とかが気になる部分あったので、6、え、位、ー、にしました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して

が「起きるならば今